簡単じゃない。アルバム作ってそれを引っ提げて全国ツアー回って、で最後ワンマンいつにしようねなんて話をしてた時に、リーダーのギターの子が甲状腺がんだったんですけど、そんな話になって、だから結局ファイナルできてなくて、その状態なので、まだじゃあ解散しますって感じでもないですし、やり残した感がすごいあると言いますか、ファイナルはもうやりたいですね。もう手術も無事終わって元気にしています。高校生の時とかはそのまま自分がミュージシャンになりたいとかっていう思いはなかったです。むしろ魚が好きなので水産系のお仕事できないかな大学行ってそういうお仕事に就きたいって普通に思ってました。それで高校卒業してまだバンドやりたいっていう思いがあって、大学入ってからもバンドやってて、4年生の時就職するのか迷ってる時に、当時のデモテープオーディションとかそういうの結構たくさんあったんですけど、それで東海地区でグランプリを取りまして、その暁にはコンピレーションアルバムに1曲乗りますって、メジャーデビューっていう話が近いんじゃないかっていうような環境になってしまって、それでバンドをやることにしました。カチンとの出会いは、僕が当時やってたバンドとジ・アローズっていうバンドが対バンになりました。で打ち上げの時にもういきなり、兄貴どうやったら俺兄貴みたいなドラム叩けますかねみたいなことを言ってきたのがきっかけで仲良くなったんですよ。そこからずっと仲いいんですけど、坊主スタイルの企画が出た最初からウカチンは来いっていうのは多分当時からも言ってたと思います。初回から呼べなかったのは単純に彼がまだそのジ・アローズでドラムを叩いている時期であって、バンドがあるうちはね命がけでやっていただいて、また時間が取れるようになればぜひ呼びたいなっていうのはあったんですけど、まあ昔からずっとなんですけど、彼の持ってる空気がみんな好きなんで、まあそのままでいてもらえるのがベストじゃないですかね。きっとね、いろいろできないです、歯がゆい思いは出さないですけど、人一倍見えないところで努力はしてると思うんですけど、でそれを周りのみんなも見てると思うので、その調子と思います。やっぱり元ドラマーとしては目の前がお客さんで、エンターテインメントメインの立ち位置に自分が来るなんて思ってもなかったので、未だに悩んでますけど、結局そのなんかやりたいと思っても最後の一歩踏み出せない時の、その最後の一歩の時ってパチンってスイッチが入るか入らないかみたいな、まあ坊主スタイル的に言うと20代の頃スキンヘッドに急にした瞬間があったんですけど、その時はアローズのライブの日だった。ライブの日の朝、誰よりも早く起きてスキンヘッドしてくださいって言ってスキンヘッドにして、もうスキンヘッドにしちゃったらもう俺坊主スタイルしかないじゃんみたいな、追い込んじゃってもうあと引けないみたいな風に自分をすれば、もうじゃああと一歩前に行くしかないじゃないですか。ちょっと厳しいなと思ったやつも時間をかけて陰でやってたら日差しが見えてきたりとかするんです。自分たちでは無理だなと思ってたダンスなんかも結構時間かけてやってみたらだんだんできるようになってきたりとか、じゃあステージでやってみようかって話になって、間違えずにライブでできた時にやっぱりお客さんの反応が違うんですね。去年より数段みんなダンス良くなってるよねとか、なんか毎日コツコツやってったらいつの間にかできてんじゃんみたいなこととかも、坊主スタイルやり始めて特に実感はあります。